ラークの内側のあたりに選手を集めています。少しファー寄りに飯田、それからパウリーニョもいます。千葉はマンツーマンでしと抑えてますからね、はい、さあこれ抜かして、そう流れてけ、決まった、1点返した松本山が、まあ、狙い通りでしょうね、まあ、岩上選手今触ったんですかね、触ってないと思うんですけどね、そのまま入りましたよね、直接でしたか、ね、はい、2人でも走り込んできたんですよね、はい、もうゴールに触らなくても1点入るっていう完璧なコースでしたね、はい、うん、触ってないと思いますよね。そうですね、永井選手とパウリーニョ選手がこの延長線上に入ってきたんですよね、はい、まあ、ロドリゲス選手からすると触るんじゃないかっていうところで反応してるんで、うん、